はい、荷姿がですね、こういう形状で、到着いたします。密封されたですね、ビニールで、到着いたします。これは種類によっていろいろな形状がございますけども、一応中を開けますとですね、もうほぼそのままつけられる状態になってます。このマジックベルトを外してですね、サイズも大きさが若干ありますけども、もうこのような状態で、ほぼ固定できるかなという状態にあります。ただ患者様の症状に応じてですね、微調整を聞かせないとですね、やっぱりフィット感としっくり固定ができるというような状況をですね、作る必要がありますので、このような一応仮に合わせて目星をつけてもらった状態で、調整に入っていきます。でベルトがこれ3本ついていますのでですね、例えばこのようなこう屈曲で進展が非常に不可能だと、損傷があってですね、進展が不可能だっていう場合に、当然これはそのままつきませんので、このマジックベルトをですね、両面テープで、3箇所ついております。でこの硬い部分だけをですね、残すイメージで、取っていきます。一応ベルトがですね3箇所についておりますので、この両面テープを3箇所外してもらいます。で、インナーもですね、この固定分に内側にですねついておりますので、このインナーも両面テープでついてますから、ジャリ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 っていう形でさささっと外すことが可能です。で残るはですね、この固定具の骨に当たる部分ですけども、この部分をですね熱により微調整を加えていきます。で例えば手首に腫れ等がある場合ですね、浮腫がある場合、ちょっとあの部分の湾曲を広げてあげたり、あるいは、指の部分の屈曲、損傷があって屈曲で進展ができないといった場合に、この固定、これ一つですね、そういう進展が取れない症状に応じてこれを曲げることが可能だということになります。これはお湯もしくはヒートガンで曲げていただきます。こういうのがですね、あと先ほど言いました手首の浮腫とかがある場合はこれヒートガンでこれを広げる、あるいは女性の方であれば縮めるというようなことも合わせて行う必要があります。患者さんにとってですねフィットする状態っていうのを作った状態で固定させる装具というか固定の部分をですね曲げる必要があります。でこの曲げるのはですね、熱を加えることが必要ですので、このヒーティングガン、まあ、熱い、熱風が出ますけども、それによって当てながら微調整をしていくということになります。先ほど、目星をつけた角度に、装着可能だかということで、一応温度が冷えた状態で固まりますので、冷えたことを確認してですね、このようにちょっと、合わせていただいて、もう少し、屈曲が緩い場合ですね、またもう一度熱を加えてですね、その緩い部分に合うようにですね装着していきます。変形していきます。まあこのような形状になります。で、ヒーティングだけじゃなくですね、どこにでもあるようなこれはもう鍋ですけども、 お湯を沸かしてですね約70度以上になるお湯を沸かすことが必要になってきますけども、そのお湯の中にですね、このように曲げたい部分を浸してもらいます。約40秒間ぐらい浸せばですね、非常にこう湾曲しますので、まあ部位によっては少しお玉みたいなやつですね、曲げてもらうことも可能です。かけてで、それを熱によって曲げた状態がこういう形になります。でこれは温度が上がっている状態は調整が効きますけども、
常温に戻した時点で、しっかり固定といいますか、形状記憶しますので、今回の場合は進展ができない屈曲に合わせた状態で今曲げたところですね。はい。で、これでほぼどこにも負担がかかってないなということを確認していただいて、曲げた状態がこのような状態です。先ほどまっすぐでしたけども、そこに熱を加えて、先端を曲げた状態ですね。で、先ほど分解しましたけども、それをまた組み立てていきます。両方のテープがですね、ありますので、まず外側から先ほど剥がした部分を装着します。で、腕の部分をまず装着します。それと今度はインナーですね。このインナーは通気性が非常にいいインナーになっておりますので、汗をかいてもこのまま洗うこともできますし、汗をかかないようなですね、通気性もいいようになっています。で、これでもう完成ですね。で、まず上の部分をですね、固定しまして、もう一本最後になります。一番指の損傷部位のところなので、慎重にどうですかということで、負担がかかってないということになりますが、最後にですね、この指の部分もこのようなマジックベルトで固定していただくということになりますので、3箇所を止めていただきます。このような形状ですので、患者さんにとってはこれ外してですね、ここに入ることもできます。で、この3本のベルトがですね、しっかり固定しますので、湾曲した状態で、最後に指の部分を止めていくということになります。はい。最後に、いろんなスポーツや不意な事故によって損傷が起きます。この F フィックスをですね、ぜひご活用ください。ありがとうございました。